中国の李尚福国防相はシンガポールで開かれているアジア安全保障会議で中国とアメリカの対立は世界にとって苦痛だと述べ、アメリカとの対話に前向きな姿勢を示しました。如果中美发生激烈的冲突对抗，那将是世界不可承受之痛。这需要美方拿出诚意，言行一致。李国防相は演説で、アメリカ軍との対話はオープンだと対話再開への意欲を示しました。ただし、アメリカのオースティン国防長官との正式会談は中国側が拒否したため行われず、国防分野での隔たりは埋まっていません。さらに台湾問題について、一部の国が内政干渉している、台湾統一に関して武力行使の選択肢を決して排除しないと発言し、アメリカなどを念頭に強く牽制しました。